皆さんこんにちは、ダイヤモンド今井院長です。今日はですね、当院で今一番おすすめのセラミックのプランについてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、結論から言うと、それは極み今井梅田ダイヤモンドセラミックです。通称極みプランですね。はい。当院でね、一番今までね、症例数が多くて人気があるのは、今栗アートダイヤモンドセラミックです。今栗とアートセラム、梅田武雄引き、技工士がですね、率いるアートセラムの優秀な技工士さんが作る今栗アートダイヤモンドセラミックが、一番症例数が多いんですね。で、なぜですね、今、極みプランが一番おすすめかというと、ズバリですね、期間限定で、セラミック1本あたり3万円オフの16万9800円のモニター料金でやっているんですね。はい。このですね、一番最も最上位プランになる極みがですね、この料金で受けられるというのはですね、本当にですね、お客様にですね、すごく還元できているんじゃないかなという自信を持ってですね、僕はお勧めできます。はい。で、じゃあね、極みプランっていうのが何がいいかということなんですけども、実はですね、素材は今栗アートダイヤモンドセラミックと極み今井梅田ダイヤモンドセラミックっていうのは同じセラミックを使っているんですね。ただ、その梅田技工士が作るセラミック、そこの技術力、経験値、だったりとかっていう部分で、一番上位プランになってるんですけども、まずそもそもですね、まあ、梅田技工士というのはどういう経歴かというと、ですね、もう30年以上ですね、まあ、技工士キャリアがあって、その中でその全てをですね、ほとんどクリニック内で過ごしているということなんですね。もともと技工士になってからですね、すぐ、クリニック内で院内技工というのをやってたんですけども、そのクリニック内でお客様と直接対面しながらですね、お客様は何を求めているのか、何が正解なのかっていうのを模索をずっと30年間続けてて、答えをずっとアップデートしているんですね。それは現在も現役で現場にいらっしゃる、まあ今栗もですね、かなり長い時間いつもいてくださっているんですけども、そういって常にお客様と近い距離にいるということを30年間繰り返してた、その経験値が導き出す答えっていうのは、やはりですね、すごいものがあります。僕も全く知らないようなことだったりとか、僕では予想もつかないような知識だったりとか、技術だったりとか、セラミックっていうのもね、もちろん美しいものを作るっていうことも大事なんですけども、どれだけ長く持たせられるかっていうのも同じぐらい大事なんで、例えばそれは噛み合わせという機能的な部分だったりとか、歯と歯茎の組織の問題だったりとか、まあ、例えばインプラントの上物のセラミックを作るときだったりとか、そういったものに関してですね、まあ本当に、ある意味ドクターよりもすごくたくさんの知識を持っている。僕もですね、本当に、その、自分のキャリアよりも、長いキャリアをね、持っている梅田さんの能力を借りて、今栗ができていると言っても過言じゃないかなというふうに思ってます。そんなですね、高いキャリアを持っているので、まあ、僕はですね、梅田さんとの付き合いがもう13、4年ぐらいになるんですね。なんで、僕の、歯科医師人生のですね、3分の2以上、5分の4以上はですね、梅田さんと一緒にですね、過ごしていて、まあ、セラミックのキャリアもですね、僕がセラミックやり始めてから2年目ぐらいから、もうずっとですね、一緒に、梅田さんと携わらせていただいているということで、まあ、僕とですね、梅田さんのそういうこう、関係性、やっぱりその昨日今日できた関係性ではなくてですね、まあ、その長いキャリアを、長い年月をですね、まあ、一緒に過ごしてきて、一緒にですね、いろんなことを考えてきたからこそ導き出せる答えっていうのが、まあ、その極みプランですねに詰められていると思っていただいていいかなというふうに思います。だから僕もですね、まあ、前職場の湘南美容外科を10年勤務してですね、その後自分の、ダイヤモンド今井デンタルクリニックを開業するときに、やはりですね、なぜ大阪で開業したのかということをですね、皆さんによく聞かれました。僕はですね、まあ、神奈川県の茅ヶ崎市というところが出身なんですけども、まあ、湘南と呼ばれているところですね。なんで、まあ、僕がですね、まあ、湘南を辞めるときに地元に戻るんじゃないかとか、
なんで大阪で開業するのって結構聞かれたんですけども、それはすべてですね、まあ、梅田さんですね。梅田さんがいたからだと言ってもですね、本当に、過言ではないと思っていただいていいかなと思います。なので今もですね、大阪でですね、まあ、お客様ですね、前歯を日々美しくしているということですね。で、そんなですね、まあ、極みプランをですね、まあ、より多くの方にですね、改めてここでですね、体験していただきたいなということで、本当にですね、価格の2倍以上の本当に価値はあると思っていただいても間違いないです。なんでですね、ぜひですね、皆さんですね、極み、今井、梅田、ダイヤモンドセラミック、はい、ぜひですね、体験いただければなというふうに思ってます。そんなですね、まあ、梅田さんのですね、まあ、症例の中でも僕が一番好きな症例をですね、最後にご紹介をしていただきたいなというふうに思ってます。こちらの方ですね、はい。ですね、まあ、九州エリアから来ていただいている方なんですけども、術前の状態がこういう状態で、まあ、歯が長いですよね。はい。いう方をですね、まあ、このような形でですね、セラミック完成したんですけども、この部分にですね、まあ、ピンクセラミックというのを併用しながら、まあ、セラミックをデザインしているっていうところなんですね。はい。まあですね、まあ、歯の見せ方っていろいろあると思うんですけども、まあ、シンプルに綺麗。そして、まあ、この方の弱点である歯の長さっていうのを十分に補った上でですね、美しさを最大限に引き出していると。まあ、このピンクの色合いだったりとか、このね、絶妙な白さの、出し方、透明感、ツヤ感の出し方とかですね、まあ、歯の形態とかね、本当にね、語り出したら、もういくつでもいくつでもたくさん出てくるようなですね、いろんなエッセンスが積み込まれている。まあ、それに至ってですね、まあ、お客様のご要望をしっかりとお聞きする。まずですね、まあ、僕もよくね、相談すると聞かれるのが、もうお客様何を求めてますかということをね、また第一声でよく聞かれるんですね。だからその方の求めているものっていうのをまず十分に理解した上で答えを導き出すということがですね、まあ、この梅田技工士、トップオブトップ技工士と、確信できるゆえんじゃないかなというふうに思いますね。まあですね、まあよく世界基準とか世界レベルっていうお話があると思うんですね。まあそういったことを語るときにですね、まあ何をもってじゃあ世界基準なのかというところですね。じゃあセラミックをまあなんかこうね、品評会みたいなところで置き並べたときに、それが最も自分の歯、天然歯に近いものをですね、まあそういう基礎ものを世界一と評するのか、まあ、お客様が求めているものを導き出してアップデートして令和6年の今出せる最大の答えをですね、しっかりとその個々のお客様に応じて出していくということが世界一なのかということ、これはまあ測り方の基準が違うんですけども、僕は絶対後者だなというふうに思ってます。ぜひですね、極みプラン体験いただければと思います。ダイヤモンド今井院長でした。